念仏パワーボム、ストロングスタイルのお笑いタッグマッチ。はい、どうも皆さんこんばんは。さあ、今週も始まりましたストロングスタイルのお笑いタッグマッチでございます。はい、では最初に簡単な自己紹介をしたいと思います。私たちはですね、仙台を中心に活動しているお笑い集団 T ライズというところに所属しておりますお笑いコンビでございます。我々お笑い集団 T ライズは毎月1回の定期的なライブ、その他各メディア等に所属芸人が出演して仙台のお笑いを盛り上げております。ここラジオ3さんで毎週月曜日から金曜日の夜10時から10時半の間を我々 T ライズの面々が選挙させていただきまして、ゴールデンラインという名前がついております。週始まる月曜日は我々ストロングスタイルがお相手でございます。はい、お願いします。はい、さあ、今日がね、7月、入って、うん、一発目の放送ということで、はい、7月3日でございます。なるほど、もう7月ですね。もうそう、もう半分も過ぎて7月3日ですね。ねえ、もうでもあと梅雨終わるのだって3週間ぐらいかかるでしょ。そうですね、7月中旬後半ぐらいだもんね。うん、早く夏が来てほしいと思ってるんですけども、はい、まあでもそんな暑いね、はい、まあ、仙台ですけども、はい、ちょっと先週、うん、先々週になるのかな、うん、放送だと、いつもお世話になってる、うん、新谷人生選手の黄色い人生さんね、黄色い人生、あ、黄色いタコと混ぜちゃってるあれどっちがタコ人生さんにソースかけてない大丈夫どっちがタコでした、どっちがタコでしたじゃないの。いや、ジメさんがやられてるたこ焼き屋さんが黄色いタコさん。ああ、そういうこと、そういうこと、そうです、そうそう、混じっちゃってるから。そうそうそう、で、それをやられてるのが人生さん。なるほど、なるほど。そう、その、ね、人生焼きのタコさんと人生焼きのタコさんじゃない、もう難しいからもう謎謎にしないよね。人生さん、そうそうそう、はい、の人生選手の、うん、30周年記念大会という、すごいことですよこれ。もうで今もう50過ぎて、そう、現役で、であれだけ立派なこう体、うん、ね、維持しながら、レスラーという、そう、職業を続けられてるわけですから。でも人生さん、プロレスだけじゃなくていろんな職種もやられてるじゃないですか。そうですね、体操教室やったり、うん、飲食店、うん、ラーメン屋さんもやって、うん、そしてたこ焼き屋さんもやってという、はい、でそんな中でちゃんとプロレスもしっかりとやるという、うん、でその県大会が、6月の25日に仙台サンプラザでありまして、はいはい、で僕らも行って、うん、もうやってる人生さんが人生体操をやられてる番組生意気テレビの、はい、皆さんも一緒に、はい、ディレクター陣だったり、そうそうそう、演者だったり、あとしげちゃんとかね、松富とか、うん、あと横須賀先生とかと、うん、みんなと行きましたけど、はい、いや、めちゃくちゃ楽しかったですね。うん、試合数も多くて、そう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 、うん、ね、いつも普段横須賀先生とかまっちゃん、富ちゃんとか、うん、しげちゃんとかと同じ列だったんだけど、うん、なかなかプロレスに触れる機会が生でないから、うん、それ、うん、そういう人たちが感動してくれてたのがやっぱちょっと嬉しかったですもんね。うん、ただね、俺ね、うん、本当に松富の松だけあいつはずっと説教しなきゃいけないあいつは説教しなきゃいけないだって俺隣の隣だったのよ。そう一番のね、うん、そのメインで、うん、その普段ね、その、ね、まあ、人生体操で、まあ、松富が出てますと、そう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 、一緒にね、で別にそこで仲いいのはしょうがない、うん、しょうがないっていうか別にいいことだし、そうそう、いいことですよ、うん、でその人生さんのキャラクターもあるしね、普段のそう、うん、っていうのは別にいいんだけど、うん、その無知すぎて、うん、で一番いいところで、そう、あいつジンジーンとか言ってた。そうそうそう、あれは本当にダメだあれ本当にダメなのよ、あれまっちゃん本当にダメだわ。そうで、それまでね、結構まあ、ネタバレじゃないけども、うん、結構試合展開もテンポ良くて、うん、で、いい流れで、でどの試合も盛り上がって、うん、で最後メインマッチが、うん、メインイベントが人生さんと、うん、あと武蔵選手、道のプロレスの、はい、もう有望株っていうか、今の現行世代軍ですよ。そうそうそう、はい、もうトップを走る選手と人生さんという大ベテランの、うん、もう戦いだ。それもテンポ良く、結構最初からゴング鳴ってからもう結構バチバチに行く試合が多かったんですけど、うん、もう雰囲気作って、うん、もうちょっと静かな立ち上がりで、うん、お互いの出方見たりとか、いい組み立て方だなっていう、うん、じっくりと、あ、これ最後に結構じっくりと見せる試合だみたいな感じで、うん、いい雰囲気、会場に流れてるところで、うん、まっちゃんがジンジーンって言ったのが、まっちゃんダメーと思いながら、あれは本当にダメ、そう、うん、もったいなかったな。人生さんも必死ね、その30周年の集大成っていう部分でうこう、あれはもう、あのね、本当にね、人生さんって
そのまあね、その生意気だったり、うん、そういった中でこう優しい感じ、うん、本当にレジェンドレスナーわけですよ、ええ、昔の試合なんかね、うん、そのあんま見たことない人はわからないかもしれないです、本当にやっぱレスラー、一レスラーとしてやっぱすごい選手なわけですよ、そうで、まあ本当プロレス好きなファンの人たちからしたらやっぱ、うん、もう新崎人生ね、ええ、もう何だったらもう拍手として、はい、グレートムタ、はい、ともね、やっぱやってたわけです、アメリカで WWE で、うん、やっぱそういったところも含めてやっぱすごいレスラーなんですよ、 そこはだからちゃんといくら仲良くてもやっぱわきまえないと、うん、でも俺ですら確かにあゆゆとは言わないでしょ、うん、あ、今回言ってなかったでしたっけ、言わないですよ、だから俺は決めてるのは、あ、そうそう、あの入場の時とかね、入場の時に、うん、そのね、入場テーマで、うん、か聞こえるか聞こえないかぐらいの時の声援として1回だけあゆゆって言うっていうのは、うん、はい、これはもう俺は決めてるんです、決めてるのね、うん、ただその試合中に絶対に俺は応援する時に軍事って言いますし、うん、これはもうやっぱもうエチケットというか、まあまあ、プロレスを見る中でのエチケットですから、そうそうそう、その中であいつジンジーンっていうかダメだよと思ってそうだから別にね、それがもうなんていうの、まあそれは知らないからまあ、まあ、しょうがないじゃない、もうそれで、うん、だからでも今度からその教えてあげたいなっていうこの、うん、そうすればもっとプロレスの見方が面白くなるかもしれないから、うん、まあ、じゃあトミちゃんもより来てくれるかもしれないから、うん、うん、でも声援はいいことですからね、うん、声援することはいいことですね、そう、うん、まあでも本当にいい試合でしたよ、うん、まさか俺本当に50歳を超えて、うん、まあ、レスラーの方に言うの失礼かもしれないですけど、あの体で、30分近くもうシングルで試合やってレベル高いやつを見せてくれるってすごいな、感動しましたもん俺、うんうん、やっぱすごいですよ、本当に多分その積み上げてきたものの、うん、でかさだったりそういったものがやっぱ非常に感じられる大会だったんじゃないかなと思うんですよね、はい、確かにそこで勝った伊藤さん、今応援してるレッドエナジー船長さんの人生さんの記念だからって買ったんですよ、それ人生で関係ないんですよ、え、人生で逆に知らなかったじゃんそういうのでね、今井戸賀さんが千住さんの、うん、岩田美香選手と、うん、あと高瀬美幸選手、はい、高瀬美幸選手はフリーですもんね、フリーなのかな、うん、うん、フリーかなのユニット、うん、のレッドエナジーというタッグチーム、はい、タッグチーム、はい、なんで隠すのめちゃくちゃ好きだからえ見せてよ、好きですよ、好きですよ、そう高瀬美幸選手、はい、でその人生さんの記念だからって言ったから、記念だからって言って買ったんですよ、うん30周年人生さんおめでとうございますまあ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 、グッズ売り上げはいいと思いますけどね、はい、買うの間違ってないかなとね、そうですよ、だからまあぜひね、行ったことない人とか行ってほしいです、だから今回をきっかけにね、そう、横須賀先生、そう戦場のリングに上がってほしいと思うし、いやいやいや大変なことになっちゃう新たなマスターじゃん横須賀学先生、そう上がってほしいとも思いますし、ね、重信アナもそのうち上がってほしいとも思ってますし、本当にいろんな意味でね、うん、プロレスにハマっていただける、そう面白い、本当に面白いですから、そうなんですよ、実際生で見てみてね、なかなかやっぱこう敬遠されてる方いらっしゃるかもしれないですけど、行ってみたら絶対楽しいですから、そうなんですよ、うん、しかも宮城はそのやっぱりやってくれる団体が遠くにありますか、団体が、はい、うん、それでしかも大きな会場で見るのもいいんですけど、うん、そのなんつうのちょっとアットホームな、うん、会場で見るのもめちゃくちゃ臨場感あって、狭い会場でね、そうなの、はいはい、おすすめなんですよ俺、だからぜひ来てほしいなと思いますけど、はい、というわけでございまして、さあ、今日もね頑張っていきたいと思いますけども、コーナーご用意しております、そしたらニュース、こちらですね1週間の間に起こったニュース等をですねピックアップしまして、我々でトークしていこうではないかなというコーナーでございます。それでは今日も30分一本勝負でいってみよう、ストスターニュース、はい、コーナーでございます。こちらはですね、先ほども説明しましたが、1週間の間に起こったニュースをですねピックアップしまして、我々でトークしていこうではないかなというコーナーでございます。はい、お願いします。さっきのね、その、まあ、人生さんの、うん、その興行の時のやつの話、はい、ちょっと延長戦でさせてもらうと、うん、今回ね、ムーアさん、はい、シンガーソングライターのムーアさん、はい、まあ
プロレスリングマスター、武藤圭司の、実の娘、はい、娘さんと、いうことで、今このね、僕らのストロングスタイルのお笑いタッグマッチが、はい、オンエアされてるラジオ3さんでも、はい、今番組やられてるんですよ。あ、そうなんですね。そのつながりで、うん、まあ、それもまあ電話出演なんですけども、はい、まあ、それのつながりで、まあ、そこに人生さんがゲストで出て、はい、今度その大会あるんで、うん、ぜひというところで、この間その人生さんの興行の、ゲストで、はい、ゲストでね、来てくれたっていう、うん、あれだったんですけど。あ、そうなんですね。そうなんです。そういうつながりで、なんだろうな、そのね、初めて、うん、そのムーアさんの曲をお聴きしました、はい、ね、ちょっとこういろんなこの音域の声を出される方で、そうそうそう、曲もね、一曲一曲結構テイストを変えた曲をやられて、かっこよかったですね、はい、そうですね。あとやっぱりね、あの武藤さんの娘さんの声、やっぱ遺伝子なんですかね、こうスラッとしてるんですよね、うん、あのリング映えめっちゃするのよ、うん、俺だからどっかでプロレスラブポーズやってくれんのかなと思って俺ずっとやってたんですけど、うん、確かにね、全然返してはくれなかった、気づいてくれなかったのかな、でもね、初めて見ました、かっこよかったです、はい、ムーアさんね、気になる方ぜひ、チェックしてください、はい、はい、じゃあいきましょうか、はい、ニュースいきましょう、ランキングいこうかな、じゃあ、はい、2個ぐらいいけるかもしれない、はい、じゃあこれいこう、まず見た目が好きなフルーツランキング、うん味じゃなくて、味じゃなくて、見た目なんだ、そう、見た目が好きな、はいはいはい、今回そのランキングを取りましたと、うん、ね、1万5000票入ってます、1万5000票、はい、すげえ答えてる、そうなんですよ、うん、俺1位ラフランスだ、1位ラフランス、ラフランス、洋梨ラフランス、うん、山形有名ですよね、山形も有名だし、あと、はい、宮城やったらリフとか、そう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 、ラフランス、ラフランス美味しいよね、うん、あ、じゃあ今回味じゃないですから、もう味のことについて一切触れないですもん、今回僕は、味が好きなんです、味が、いや俺も味好きだよ美味しいもんね、でも多分俺今回もう味のこと一切もう触れないですから、がっつり触れた後はい、俺なんだろうな、見た目でしょ、見た目、ね、あー、見た目で言うとパイナップル、おー、パイナップルも好きだし、トゲトゲしいね、そうそうそう、味で言ったら桃好きなの、俺桃、うん、今もう桃 の, あの味の話はしない、あ、俺味の話はもう一切してない、一切しない、もう味なんかもどうでもいいんですから、どうでもよくねえよ味なんかもどうでもいいんですから、なんでケツみたいだから、あ、なんかね、あの可愛らしいじゃない、ケツみたいだよ、ケツみたいでは分かんないけどよくよく表現するじゃん、はい、あ、確かにね、桃とか、うん、桃尻とか言うじゃん、はい、はい、いや、そういうのもちょっとプクッとしてる感じで、はいはい、あと何が好きで、やっぱ味好きなのよ俺、うん、桃の、だから結果味の話になってんじゃねえか、あ、で俺は味の話しないって決めてるから、見た目のランキング、見た目のランキングだ、でも見た目結構似てるもんとかあるけどね、あ、そうだね、フルーツによっては、うん、はい、ちょっと行きましょうか、はい、第10位第10位梨、梨、うん、梨、あ、でも見た目で言うんだったら梨とかリンゴとかもなんか同じ系統かなと思うんだけど、あ、確かにね、うん、あと色がちょっとなんかちょっと渋いよね、うん、で俺梨で思い出したんだけど、うん、俺ガリガリ君めっちゃ好きじゃん、うん、で夏終わりぐらいにガリガリ君の梨味が出るのよ、うん、そうね、あれめちゃくちゃ美味しいからちょっと食べてみて、いや食ったことあるよ、あ、食ったことある、うん、嘘、うん、あるある、食ったほんと、うん、俺もだからたまに食べるもん、あれめちゃくちゃ美味しくない、いや美味しいと思う、であれめっちゃ好きなのよ、うん、うん、なんか俺前なんだっけキウイかなんか、うん、もうすごいドハマりしてめっちゃ食ってたかな、だから梨がこう梨を感じたいんだったら、うん、まずそのガリガリ君おすすめして、なんでメインじゃねえって風味からなんだメインを食わせろよ、リフの美味しい梨あんな、8月後半ぐらいってまださそのアイス食べたくなるじゃない、まだというかもうアイスは年がら年中食べたいです、そうそうそう、あとラクト系じゃなくて、はい、そのなんつうの氷菓子系ね、そう氷菓子系をおすすめしたいんですよ、はいはい、それガリガリ君おすすめです僕は、はい、ね、第9位第9位グレープフルーツ、あー、まあ似てますね、うん、形的には、確かに色変えただけですよねこれいやいや、まあ細かいとこ言ったら違うだろうけど、うん、うん、皮の感じとか違う、あ、そうだね質感ね、はい、大きくてなんかサマー感がある、うん、グレープフルーツ、グレープフルーツ、俺グレープフルーツ昔ばあちゃん家に行った時にさ、うん、ばあちゃんがさそのグレープフルーツをこう切って半分に切って、うん、その半分に切ったところの上にさっとこう、うん、砂糖をまぶしてくれた、はいはいはい、
で、それで食うの好きだったな、子供の頃。あの、グレープフルーツ用のスプーンとかおばあちゃんちなかった？あった、あの、先割れのね。先割れのやつ。うん。あれ、絶対あるよね、あれ、ね。あるあるある。なんだ、配られてんのあれ。配られてねえよ。おばあちゃんたちは。市から配られてるやつだね。配られてんじゃないの？違うだろ。みんな持ってるじゃない、だってあれ。うん、だから、そうなんじゃないよ、年寄り。で、俺、グレープフルーツね、今日は知ってると思う。俺、めちゃくちゃ好きなのよ。いや、知らない。初めて聞いたよ。お前がグレープフルーツ。ちょっと待ってほしいな。お前がグレープフルーツ食べてんのなんか俺見たことねえ。グレープフルーツだって、それはなかなかさ、遊んでる最中グレープフルーツ持ってさ、遊んでる最中俺食うわけないじゃん、俺。いや、だからそこまでやったら、うん、あ、こいつ好き、グレープフルーツ好きなんだってわかるけども。違うじゃない。俺一回も言われたことないもん。俺グレープフルーツ好きなんだよねって。いや、俺昔さ、夜とかさ、ずっともう、仕事ない時とかさ、うん、もう20の若い時とかさ、うん、ずっと夜通し遊んでた時あったじゃん、はい、あの時俺グレープフルーツジュース買ったの覚えてない？俺、お前桃水みたいなの飲んでる？桃水は石垣です。石垣か、あともうのすけさんっていう方がいらしてちょっと今それ放送禁止用語だ。放送禁止用語だ。放送禁止用語だから、そう、うん、グレープフルーツジュースかお茶だったんですよ僕。そうだっけ。そうなのよ。桃のやつじゃない？いや桃のやつ飲んでない。俺桃かウルン茶の紙パック飲んでなかった？いや緑茶、緑茶か、うん、ちょっと知らないやつと遊んでるな話変わってくるな、それ。いや、知らないやつだろ。知らないやつだ。ほぼほぼ毎日いたのに、知らないやつと遊ぶ時間なんかねえだろ、お前の。なんか桃水飲んでるやつと。桃水飲んでる。桃水はその先輩か、石垣とか。で、俺お茶か、で、その、グレープフルーツジュース、サンキストの。あれさ、今もうないの知ってる？あ、そうなの？そう。どこのコンビニ探してもないの、グレープフルーツジュース。100%。あ、そうなの？それがめちゃくちゃ悲しくて。もうここ2、3年ぐらい、うん、もう一切見てない。スーパーとか行ったらあるんじゃない？スーパーとか行ったらあるかな。でもね、その代わり結構パインジュース、うん、パイナップルジュースとかはちょっと台頭してきたという か、 だからグレープフルーツが世界的にこのなんつうの輸出輸入がちょっと厳しくなってるの、厳しくなってるから取れなかったりとか、うん、まあ、そういうのもあるのかなっていうので、だそれがね、うん、めちゃくちゃショックなのよ、うん、グレープフルーツ、うん、だそのグレープフルーツ好きの俺としてはね、うん、だちょっと悲しいなっていう、うん、まあでも復活してほしいなっていう、あ、まあまあね、でも多分どっかには多分ありそうな気するけど、そう、まあ探せばね、うん、前に比べたらそのオレンジとかあるの、オレンジとかアップルとかは、うん、それやっぱ値段10年20年前に比べたらだいぶ上がってるもん、うん、そりゃそうですよ。もう何でもかんでも物価上がってますから。そう、40円50円上がってるよ、だって、うん、ね、そうですよ。ちょっとそれショックですけど、クレープフルーツ、タバコも値上がりするし、もう値上がりして今だったら2箱あるからね昔だったら本当に、まあそうね、地球からのメッセージですよ。タバコやめろ、タバコやめろ、うん、安くしろっていう、やめろと言ってない。じゃ、安くしろはお前のメッセージ。あと俺グレープフルーツ、グレープフルーツでね、うん、この半分に切ってね食べさせてくれるっておばあちゃん言ってたじゃん。うん、あれ俺もめっちゃ好きやったのよ。うん、ただ俺ちっちゃい時その砂糖かけんのを、うん、俺邪道だと思ってたの。なんで邪道なんだよ。邪道だと思ってたの俺は。なんで邪道なんだよ。グレープフルーツそのままの味を。せめて下道だろ。いや違う違う、俺なんでユニットで言ってるの。邪道下道の話してんじゃないの。ああそうなんす。で俺そのたでね、そのまま食べてたの毎回、うん、おばあちゃん家とかでお中元みたいなやつでさ、うん、いっぱいフルーツ盛りとか送られてきた時とかさ、うん、食べるじゃん、うん、でなんかの拍子で、うん、砂糖かけて、なんで砂糖かけたかわかんないけど、砂糖かけて食べた時あったんですよ、うん、それまで一切、うん、やってなかった、うん、もう小学校の時に、うん、なんでかかっちゃったんだろう、あれ かかっちゃったのかな、なんかかかっちゃったの砂糖が、なんでそんな自然にかかんねえよ砂糖って。誰かが砂糖かけちゃったやつを出したのかもしれない、うん、それ食べたら世界変わりましたね、うん、そうだろ、うまい、めちゃくちゃうまい、そう、それから俺砂糖かける派になった。砂糖が俺を変えてくれた。美味しいよ。でも美味しい美味しい。はい、じゃあちょっと8位。8位。8位バナナ。バナナね。うん。バナナ形が好きって。そうそう。バナナなんかポップな感じ、なんかイラストとかにもしやすいしね、特徴あるから。そうですね。はい、あと健康にもいいじゃん。うん。ちょっと今バナナトーク探してるからちょっと待ってて。バナナ。バナナのなんかトークあるかなと思ってる。バナナのトークね。うん。バナナって美味しいよねー。
何だこのクソクソみたいな引き出し一個もねえじゃん、おいしいよね開けた味の話しねえっつってんのよ開けたら外れって入ってた開けたら何も入ってなかった何も入ってなかった、うん、第7位マンゴーマンゴーね、うん、マンゴーはねーマンゴーはねやっぱどうしてもね高級なイメージあんのよ、うん、なかなかねこの私みたいな一般庶民でなかなか手出せないっていうか、うん、フルーツ屋さんでもやっぱりその箱に入ってる時多いじゃないやっぱこっちはそのなんていうの原産地というか、うん、その多分取れる量とかも多分そんなないと思うんだよね、うん、うん、なんかすごいマンゴーといえばみたいな切り方あるじゃん、うん、なんていうの牛タンみたいなやつでしょそうそう、切りあれめっちゃうまそうだよねそうでも俺もだから何マンゴー味とか、うん、あと何かにマンゴーが入ってるとかっていうのはあるけど単体で食ったことはない単体で食べたことはないかもしれない形としてはだからそれこそラフランスとかあそうだねうん近いか赤いなんだねなんか身の大きいやつみたいな、うん、そうそうそう、あこれ特徴的なこの正方形みたいな感じで切るやつね、うん、はいはい、はい食べてみたい、うん、第6位リンゴリンゴねヤマヤねヤマヤヤマヤの方か、うん、同じタイミングでボケ合ってるからリンゴはボケやすいってことですね。リンゴはボケやすいってことですね。リンゴはね、だからやっぱり、ね、僕その小学校2年生まで青森で住んでたんで、あ、そうか。やっぱりもうリンゴはやっぱ美味しかったですよ。うん。で中でもやっぱね、俺いろいろ種類ある中で、オーリン好きだったんです。ああ、オーリンちゃん。オーリンちゃんね。うん、オーリンちゃんも好きだけども、そう本当のオーリン、はい、種類のオーリン好きでしたね。オーリンちゃんとアドバル仲いいからね。ね、うん、本当に。で、新山くんと、うん、仲いいのは分かるんですけど、うん、なんで小野みてぇなやつって小野みてぇなやつなんで小野みてぇなやつと食べるの小野みてぇなやつあんな、なんか24時間テレビで青森中継入った時におーノーとかやるわけわかんねえ最後のサライのいいところでおーノーじゃねえんだよお前最高だなあいつはあいつはバカだねあいつはバカだねバカだね、本当に好きやなぁ、はい第5位、あ、来ましたよ、うん、パイナップル。パイナップル僕の一押しの、うん、パイナップルね。そう、あんなさ、なんかゴツゴツした見た目からさ、うん、あんな果汁の甘いフルーツ出てくると思わないもんね、うん、果汁甘いのもあるけども、うん、どちらかというと結構パイナップルって俺酸味が強いイメージがある。酸味もある、うん、だからそのさっぱりするっていう、はい、だから夏にぴったりみたいなイメージはすごいある。そうそうそう、うん、でも沖縄でさ食べたパイナップル、うん、なんかめちゃくちゃ甘いイメージあったのよ、うん、パイン串みたいなの売ってるじゃん、ちょっと半冷凍みたいになってる。そうそうそう、あれめちゃくちゃうまかった、うん、もうそのまま凍らせて食べるみたいな、うん、あれをさ、沖縄ロケの時、うん、な国際通りみたいなところで売ってて、うん、そうね、カメラさんが通るたんびに買ってたのよ、うんうん、そうそうそう、うめえうめえ、そう、うめえうめえって。俺初めて見たもん、俺、うん、パイナップル加えながらカメラ回す人、うん、あれはすごかったね。ただもう今あの人もう食べられなくなった。もう食べられなくなった。俺師匠超えてしまったんだ、うん、俺の師匠、食の師匠だったんだけど、本当に小食になっちゃって、うん、今ハムスターだって俺ハムスターだと思ってるから食欲ハムスターの人だと思ってる。確かにハムスターだけどタックルだけ異常に強いんだよなあれじゃね、くるくる回ってっちゃうじゃん、コロコロのコロコロコロでトレーニングしてるから。そう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 、これ絶対にこのラジオカメラさんに聞いてほしくない。あとおめえらよおめえらまた俺のこといじったろめちゃくちゃ好きなんですけど、はい、第4位、うん、ブドウ。ブドウね、うん、はいはいはい、ブドウもこれはなんかちょっと分かる気がするな、見た目で惹かれるっていう。確かになんかプチプチ感がいいよね、うん、一個一個はね、そうそう、うん、一房ずーっと食べちゃうもんね、はい、ブドウでなんかトークありますか。ブドウね、うん、ブドウね、うん、ブドウ美味しいよねあ、俺と同じ引き出し開けてるブドウ、紫のやつ、うん、紫のやつでしょ、今日。あとシャインマスカット。シャインマスカットめっちゃ美味しい。甘いよね、うん、うん、すごいと思う。そう、あれ皮まで食べられるのが衝撃だったもん、初めて食べた時、うん、すごいね、ね、はい、第3位さくらんぼ。あ、これ大塚愛さんですね。わー、さくらんぼ、さくらんぼ今ね、家にね、山形から結構お魚買いに来てくださる方もいて、あらららら、で持ってきてくれるんですよ。お、そう、ありがたいです、ね、っつって。そうそうそう、今事務所にもさくらんぼあるらしいですから、ありがたい話ですよ、はい、
おっと、うん、大丈夫ですか。どうしました。第2位。第2位。桃。ああ、桃、うん。これはやっぱもうお尻みたいだから、ね。お尻みたい。まあそういう可愛さもありますからね、うん。やっぱプリプリ感がありそうな印象という。うん、くぼみが可愛いとかね。うん、あとあれかな、産毛みたいなのが生えてる。ああ、そうそうそう。なんかふわっとするんだよね。そう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 。第1位。第1位。いきますか。はい、1位何だと思うんですよ、予想。1位ここまで結構ね、ポピュラーというか、うん、出てきちゃうね、リンゴだ、バナナだ、出てきてるから。やっぱ味にしやすいみたいな、うん、どんなアイスとか、うん、いろんなスイーツとか、うん、どれにも当てはまるような、当てはまるような、はい、はい、何でしょう。いちご。わあ、そうです、そうです、正解です。当たった。はい、うん、いちごね。そう、やっぱ色もいいし可愛い形だからっていう意見が。あと子供たちから人気がすごいらしい。ああ、そりゃそうでしょう、うん、ね、いちごのね、花言葉はね、うん、幸福な家庭とか、ね、そういった花言葉があるんですね。僕にぴったりじゃないですか。え、僕にぴったりじゃないですか。お前が一番今食べちゃダメなんだ。共演上です。はい、エンディングです。伊藤さん、はい、食べちゃダメなことはなくない？もういいじゃない。そこ気になりました。気になりました。そう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 。いやでも今ダメなんですよ、あなた。俺ダメな、もうそのイチゴの花言葉をダメにしちゃダメことになるから。そんなのね、イチゴは食べてもいいよ、さすがに。はい、ありがとうございます。まああの、あのイベントとかも、はい、あの出ておりますので、うん、ぜひね、あの各々の SNS チェックしてください。よろしくお願いいたします。ということでございまして、今週は以上です。また来週です。さよなら、バイバイ。